はい、どうも、カパン長です。じゃあ、この動画ではね、岸田総理、インボイス。ん?インボイス?インボイスで合ってますよね。インボイスか。うん。インボイス。インボイス。田中さん。田中さん。なんか関東と関西でなんか違うっぽいですけど。まあ、どっちでもいいんですけど。ね、今月、今日からじゃないですか。今日からとか、今月からですよね。うん。まあ、10月から。で、まあなんかその辺でこの岸田総理が逆ギレしたみたいなね。岸田総理界隈ですかね。岸田総理のお話いきましょうか。だからそのインボイスと、まあ旧統一教会解散命令のお話ですかね。それだけ?もっと他になんか大急ぎでやってほしいことがあるんですけど。ね、埼玉川口クルドの件とか、あっちは何?やっぱり、坪井民党的には放置ですか?むしろ加速ですかね。まあ、統一教会の絡みもね、別にどうでもいいとは言いませんが、ね、インボイスの件も別にどうでもいいとは言いませんが、なぜ今、ね、このタイミングで、ね、これなのかっていうところではちょっと、それよりもなんか、ね、日本国内で暴れ回ってるあいつらの始末つけてこいよって、もうそう思っちゃうんですけどね。なんだろうな、本当逆切れしてる場合じゃねえだろうと思うんですけど。まあいいや、とりあえず順番にさらっと見ていきますかね。うん。まあこのインボイスはなんか何年もね、このなんか時間かけて説明してきたんだから、今更うるせえなと。要はこの反対派に逆切れしてるっていうか、まあ、ぶち切れてる感じですかね。うん。いや、その内容云々っていうか、もうその説明したんだから、ね、理解しないやつの頭が悪いみたいな、そういう捉え方だとしたら、それは違うと思うんですよね。ね。説明したイコール、ね、この国民の理解を得られたって勘違いされても困るもんな。うん、で、まあ、10月から始まります消費税のこのインボイス制度について、事業者から、あ、これはあのテレ朝が書いてる記事ですからね、一応ね、念のため言っておきますけどね。で、まあなんか、なんていうのかな、何年にもわたって、あ、これ岸田総理の言い分ね。日本政府としては何年にもわたって対応を考え説明を続けてきたんだと。まあ事業者から不安や不満が出ていることについてってことなんですけども。まあ岸田総理が言うにはインボイスへの対応、複数、税率が決定してから4年間にわたって様々な準備を進め、そして説明を続け、これまで何もしていなかったのではなく、何年にもわたってその対応を考え説明を続け、そして今日に至ったと。まあ自分たちがやることをやったんだと。うん、ブー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 言うなっていう、そういうことですか、言いたいのはね。うん、こういう態度は僕は良くないと思いますけどね。で、まあ、このインボイス制度をめぐっては、現在消費税のこの納税が免除されているこの中小事業者、あとこの個人事業主から主にまあ反対の声が出ているっていうふうに書かれてますけどね。で、政府は29日に、先月ですかね、閣僚会議を開き、不安の解消や必要な支援について協議しましたと。岸田総理はこの政府として説明や対応を続けていきたいと述べていたっていうことで、なんかアリバイ作りにしか見えないんだよな。なんていうかね、この内容もまあそうなんですけど、それよりもこの説明した、ね、だからお前らが、ね、この理解しないお前らが悪いっていうこの言い草が、僕はなんか今のこのね、坪井民党の、なんかこのよく言い表している。うん、だってこれ言うほど答えになってないし、ね、我々が求めているのは説明じゃなくて、ね、まあ、反対している人たちはもちろん中止ですけども、ね、っていうかそもそも今年になっても、例えばこの税理士さんとかも、まあ、よく分かってない人いまだにたくさん いますよね、うん、ね、逆にこの 何年もかけて説明してきた、つまり何年もかけて反対され続けてきたってことだよね、うん、どうなんだろう、やっぱ本気でこの中小企業を潰しに行くつもりなのかな、さすがに売上で1000万超えていかないレベルの中小企業ってほぼ個人事業主だと思いますけども、うん、なんていうかね、そのこの岸田さんたち坪井民党ってこの丁寧な説明、これを言ったら説明したことになんかそういう理解ですよね、この人たちって、ね、説明した、でも我々が納得したのか、どうかっていうのはまた別の話で、うん、だって何年も説明してきた、うん、その割には正確に理解している人って少なくないですか。うん、まあ説明をね、この何もこの反対したところでこの規定路線だからやめろっていう、この反対っつったって結局実行するんでね、うん、あれなんですけども、そういえばなんかとあるメディアのこの記者にさ、ね、このインボイス制度導入のこの理由を、
ね、まともにこの説明できずにこの論破された人いましたよね。うん、ね、でしかもこの対応でこの業務が逆に増えるっていうのもなんかね、はって感じでしたけども、まあとりあえずこの国のトップですら理解していないものをね、説明責任が果たしたとか言わない方がいいですよね。うん、てか自分はだって収支報告書でさ、ね、記載ミス発覚してなんか、ね、非難殺到してませんでしたっけ、岸田さんのところは。うんね、トップですらまともに理解していないものをなんで我々にはこのね、この導入してね、うん、まあ何年にもわたって説明し続けていた人って具体的に誰なのか分かりませんが、うん、てかなんか話作ってるよなやっぱりね、うん、具体的に誰がどのようにやってきたのか明らかにしてもらいたいですけども、とりあえずまだね支持している人がね3割ぐらいでしたっけ今、うん、そっちに驚きますけどね、うん、でこんな旧統一教会ですか、ね、本当にやるんすか、うん、やるんすかね。まあなんかこのね、旧統一教会解散命令が10月12日のこの宗教法人審議会で決定する模様って NHK が報じてるんですよ。だからこの文科省サイドっていうんですかね、文科省の、なんかこのサイトでは全然そういうこの話っていうのはこの公開されてないんですよね。うん、なんかこうメディアリークが前提の場合ってこの裁判で負ける可能性が高くなるような気がするんですけどね。とりあえずこの裁判所に忖度は済んでるってことなのかな。うん、裁判で勝たないとただのパフォーマンスなんで、ね、きっちり圧力かけてほしいんですけどもね。うん、あとなんか心配なのはさ、まあ心配とか疑わしいのが、表向きは解散させてね、裏でなんかけしからん、ね、よからぬこと企んでやるつもりなんじゃないのかなって。まあでも表向き解散させれば税金の優遇措置など宗教団体としてのこの特権がなくなるから、まあ、それで十分っていう意見もね、確かにあるにはあるんですけど、なんかそうとは思えないんだよな。まあ棄却されるとこまでは規定路線として、あとはこう、なんていうのかな、やってる感出すだけっていうかね。うん、あ、ちなみに僕はこれ反対してるわけじゃないですかね。やれるならもう確実にきっちりとどめ刺しに行ってもらいたいんですけども。まあなんかやってる感出して、ね、仕事した振り止まりのような気がしますけども。で、本部も支部もね、この片っ端からもうね、一層潰しきることできんのかって。うん、あとはまあなんだろうな、まあ岸田さんたちが本当にこの解散命令出したらなんかもうぶち切れたこのカルト信者たちがさ、ね、まあ自民党にこの不利な話、うん、選挙協力のネタとかさ、ね、どんどん話すんだろうけども、それはそれで楽しみですけどもね。うん、まあ、ことごとこの仕事したふり、ね、このやったふり、ふりもしない場合も多いですけども、そういうのはもう勘弁なんで、このポーズとかね、なんかそういうのはいらないんで、うん、きっちりこの結果でね、事実を積んできて、この結果でね、うん、我々日本社会にこのなんかね、還元じゃないけど、うん、まあ、期待するだけ無駄か。な、ほんとな。うん、まあ、いいや、とりあえず今回は以上です。